ですね。今日はですね、森永の、ベヒータスか、ベヒータス。さっきショート動画間違ったね。ベヒータス、ヨーグルト、ビフィーズスキン、便秘気味の要望の方、便秘改善のものと、大腸の腸内環境を改善する、発酵牛 100g、低脂肪の機能性表示食品、そういうことになっております。一応森永なんですね。森永今ちょっと、さっきも言いました、ショート動画で言いました、株価引き上げになっておりますね。見通しの引き上げ。まあ、多分こういう乳製品とかの問題ですよね。これ下に引いてるね。これね、ジェルなんですよ、これ座ってるのね。で、これがね、見通しの引き上げありますね。ヨーグルトが上がったんじゃなくて、森永が上がったですね。まあ、お菓子とか、まあそういうのもありますしね。うん。低脂肪で、つってことね。うん。ちょっとね、背中がちょっと痒いんですよ。ちょっと背中がね、最近暑いでしょ。痒くなるんですよ、それがね。塗ってるんだけどな。うん。ね、これはちょっとね、飲んでみたいと思いますね。これがね、114円だったかな。R1 がね、だいたいね、140円ぐらいですよね、うん。ちょっと待ってよ。フリ、著作フリーなんでコマーシャルがついてるとね。まあこれはちょっとね、あれですね。うん。飲みやすいけど、ちょっと喉がちょっと腫れてるのかな。どうしようかな。うん、飲みやすいけど、ちょっと飲み方が変ですね、私は。うん。ちょっと飲み方が変ですね。ちょっと、セクシー飲もうと思ったけど、セクシーにならんかった。セクシーにならなかったですね。ある配信者の人、セクシーのね、ポーズしてておかしかったなと思ったんだけどね。名前は言えないけど、うん。あの動画の人は面白いですけどね。最近あの人はフォローしましたけどね。うん。名前言えないですけど。ラブ注入とか面白いなと思ったんだけどね。うん。朝の運動からあんなことできるすごいなと思って。うん。ちょっと、飲んでました、セクシーに飲んでみたけど、セクシーにならないね、私の飲み方じゃね。うん。で、そしたらこっちもね、森永のお菓子ですね。クッキーですね、クッキー。うん、こういうものになってますね。ちょっと写りがいいかわかんないけどね。うん。まあ、昨日もね、載せたね。今日はね、こっちの方はココナッツ、ストロベリー。これがココナッツストロベリーになっていますね。うん。これをね、食べてみたいと思います。昨日ね、鬼滅の刃のね、またスナックを買ってきたんですよ。やっぱり今流行ってるので買ってきたんですね。うん。これね、もう、マスクは破けてきたね。大体配信者ここだけ開けてね、配信してる人いらっしゃいますよね。なんか貯金箱みたいな形してね、配信してる人いる。うん。他のアプリなんだけどね。昔の人いるの。その人によくね、掛け事する。競馬をね、するんだけどね。うん。ここのね、ここの部分だけ開けてね、やってる。うん。不思議。なんか貯金箱燃やしたの。うん。もう、マスクがこれ壊れましたね。もう、変なことしたからですよ、私が。本当に。ここだけは今度開けてみようかなと思ったんだけどね。貯金箱みたいなね。マスクして。これもう壊れましたよ、もうこれから。パンツが破けたの同じ。もう、ビリビリいくよ、これ。
うん、美味しいですね。なんかサイヤ人みたいになってきたな。うん、うん、サイヤ人です。配信上ではね、おかしいな。なんかサイヤ人の人がおるっていう思うかもしれないね。見る人多分いないと思うけどね、あんまりね。私のやつね、大体ね、数十回で終わりなんですよ。うん、1000回とか行くのがね、めったにないんですよ。トミカぐらいでしたわ。うん、あのね、ガリガリ君とか、セミトレーラーの方でしたね、うん、行ったのは。あと、そうだ、ピカチュウだ。ピカチュウの方がね、3万回ぐらい。それでも終わりですよ。うん、行かないですよね。多分、4000時間いかないですよ、結局。無理。うん。いかない。肉っていうのがね、また難しいんですよ、はっきりね。うん。4000時間はきついよね。うん。あら、ちょっと大変くない。うん、昨日と一緒で粉がバラバラになってた。うん、バラバラになってきましたね。私のこれ実は、うん、絵面は悪いね。なんかどこのよその国の人みたいに、ね、うん、フリーの音楽でもさ、なんかいい曲あるね。うん、面白いですな。なんかシンセサイザーをね、うまく使っていますね。で、これがね、ココナッツストロベリーですね。多分ね、10分ではね、動画を出しないと終わらないですね。多分いつも大体12、3分になっちゃうんでね、だけど見られないんですよ。うん。美味しい。ココナッツ美味しいですね。うん。なんか元気が湧いてくるなんか味。うん、なんか懐かしさがある味。うん、こんな感じですね。これ日本買ったんですよね。うん、私の飲み方でセクシーなのに。うん、セクシーの人はエチランが伸びるんじゃない。綺麗な女性の人は伸びやすいね。うん、もう終わりじゃん。エンジンの壊れたやつみたい。うん、ちょっと盛り上がりかけですけどね。うん、よかったらね、チャンネル登録とグッドボタンね、よろしくお願いします。この前に買ったサイバーリンクのねやつは YouTube を見れる、鮮やかに見れるやつで、ハイレゾの音でね、ちょっと失敗だ。DVD とか動画の編集をする、ね、ソフトじゃなかったもんだからね。うん、今日買い直しましたね。高い買い物してしまいました。本当に。DVD を見ようと思ったらね、もう YouTube 見ようと思ったらこれでいいんだよ。本当に。まあ、それは鮮やかに HDR とか 4K にして見れるっていう。ソフトですね、サイバーリンクのね。うん、まあしょうがない、またね買い直しました。まあよかったらね、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。まあうまくそのソフトがね本当に使えるなれば、そういう字幕付きのやつをちゃんとあげれればと思います。ではでは。